さあ、で先にお参りの方をさっと済ませてもらおう。さあということで、ね、もうだいぶ西日傾いてますけどね、お参りをしてまいりました。いやいや、まあまあ、さすがにまだ海外の人はね全然少ないなという感じでしたけど、この時間でもちょうどいい具合ですね。それぐらいが、あの人が多すぎるとね、ちょっとアクセスしますし、さあということで、今日のメインはねこっからですからね。こっからだったっけな、赤服を題材にしてましたもんね今回は。そう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 、相変わらず横道にそれまくってましたけど、ってことで下空でねお参りしたら、この道まっすぐ行ったら伊勢市駅に行けるわけですけど、ちょうどねもうここの真ん前のところにですね、この観光案内所の裏側じゃなかったっけなに赤服があるはずなんですよ。ちょっと頭をかいたところでね、冷やし電車いいよね、いいよねって思いながら、それが佃煮屋さんで、これやね、そやね、赤服屋さんやね。出てるかな、あ、中も空いてそう、大丈夫かな、まだやってんのかな、いただいてきましたけどね、やっぱうまいですね。いや初めてね、やっと食べれた冷やし前菜ね、いや美味しかったですよ。写真ね、まあ、こんな感じでピラッと撮ってきましたけど、でこれだとちょっと分かりにくいですよ、あの、ね、前菜なんで下にねだいぶとごってますんでね、あの小豆もたっぷりで、あのお餅もね、あの白玉、ね、あお餅も入っておってっていうので、なかなかちょっと写真だと分かりにくいですよ。あとあれですね、このねカラッとついてるキャラ抜きがね、あれなんですよね、結構やっぱあの甘いものとね、しょっぱいものってね、あの口の味になっていいんですよね。で、ほうじ茶とね、美味しくいただいてきました。520円だったかな。で、ちょっとね、休んで出てきますからいいですね。いやいやいや。で、どうしようかな、こっからね。で結構現代やっぱ腹にしっかり入るんだかな、こっからどうしようかな、まあ普通に伊勢市駅の方戻ってって、まあもう伊勢市駅からね、帰ってこうかなってところですけど、あれなんですよね、そうだ今回は富田に泊めたから、どっかで、さてとどうしようかな、まあ伊勢市駅から特急がタイミングよく来ても、あれなんですよね、結局四日市に乗り換えてまた急行に乗らないといけないですから、まあもうストンとこのまんま急行で行ってもそんなに結局アクセスの都合で時間が変わらんはずですからね、どうしようかな、まあ、途中真っ坂か津あたりまでね急行で戻るっていう、であのあたりでちょっとご飯食べるっていう手もありますしね、それでもいいな、よし、それかいっそのこと赤目口に行ってしまうか、ただあれないな、まあ携帯の充電が、そう今日 USB コード忘れてきちゃってね、あの道中特急乗った時に充電できなかったんだから、しまったな、その割に結構バシバシね、あの写真撮った人ったんで、結構減ってますからね、もう 40% 切ったかな、50は確実に切ってましたからね、まあ、ちょうどいい距離ですよね、あんま満杯すぎてもこうやってねちょっと歩いたりする余剰がないですからね、そうそう、いい塩梅ではございます。
本当はちょっとお酒もいっぱいグイッと焼いたいところですけど、ね、宮の雪とかね、あの辺りでグイッと焼いたいところではありますけど、まあね、うん、あれですよ、そうそう、戻ってから、ここからまた私、車運転しないといけないから無理だ。そうだ、変ばもち、そう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 、忘れられがちですけどね、へ、伊勢名物といえばね、これ変ばもちも欠かせないですからね、変ばもちは買っとこう、これをあれね、帰りにお家の家のお土産にしよう、変ばもちにしよう、変ばもちも、だからもう結構売り切れ気味で、ここにが、ね、残っとったんで、これで買いましたと。あれなんですね、ここで400円安いんですよね、2個入りも中で食べることもできるんですよね、今はちょっともう閉まってますけど、160円だとあれ安いよね、安いね、うん、へえ。で、ここはちょっといい感じのお店ですね、で、真っ逆ですね、うん、市ですからね、1000円、おお。で、ここ入りで400円ですからね、リーズナブル、いいですよね、変ばもちいいですよね、そうそうそう、どうしても赤福のね、インパクトが強すぎてね、というかあのシェアが強すぎてね、ちょっと地味な存在ではありますけど、意外と三重県民は変ばもち派いますからね、そうそうそう、さあで君ですね、行きましょう、よし、ちなみにここは名所はね、どうなってんだ、はい、ギグ、ナイク、最多四五人、あー、そうか、全部まとめてここに載せてるんですね、神宮彫刻館、彫刻館だけ行ったことは、あと伊勢島ラインか、使えないね、これも、じゃあ車でね、これはもう完全に車で行くとこですからね、もうドライブコースってなってるもんな、なんで JR の名所案内に入れたんだろう、うん、不思議だな、まあレンタカー借りて乗るっていう手があるからか、神宮町とかね、もう一回行かんとあれですね、うん、上3つはもう終わってるからね、よし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 、そう、ただあれね、近鉄線は遠いのね、ちょっとホームからね離れてますからね、